1月の24日ですかね、トークも完敗にやられまして、温水器の、パイプ、破れてしまいまして、応急処置でねちょっと、やったんですけど全然水漏れが止まらなくてね、今日仕事休みなので、まあ、まだ氷点下なんですけど今日やんないとねやる時がないのでなんとか、ね、直してみますね、ちょうどね、どこも水道管破裂したみたいでね、修理屋もいっぱいで、しばらくできませんということなので、まあ、とにかく自分でちょっとねこの水漏れをなんとか止まらないかやってみますね、これ銅パイプの湯沸かし器から、が、1センチくらいひびが入ってたんですよね。そしてこの、ヒーターはね、まあ、後で入れたんですけど実際にはここにもねヒーターは線は入ってたんですけど、まあ、線が、まあ、うまくいってなかったのかね、
やってもダメですね。そんなに圧かかってないはずなんだけどね。まあこれで止めるだけ止めて、あとバンドでやってみよう。これだけやっても、手持ちだらけですよ。でやったら3万円かかりますって言われました。はい、じゃあこれで終了します。